オリンポスの神アレス、そしてアテナ、彼らが率いる神の軍勢はあまりにも強大であった。連合軍は奮闘も虚しく敗北を喫する。スサノオラ千人の力を借り、連合軍は撤退を開始するが、アレスたちは執拗にこれを追撃。さらに行く先にも伏兵が待ち構えていた。偵察の兵が戻ってきました。この先でアレス軍と見知らぬ将たちが交戦しているようです。そのアレス軍はおそらく我々を待ち受けていたのでしょう。新たにこの世界に迷い込んだものを我々の仲間と勘違いして襲ったのかもしれませんね。困っている者を放ってはおけぬ。我々のせいで襲われたというならなおさらだ。義と愛にかけて救わねば。お待ちください。剣心殿は我が軍の要。これ以上危険にさらすわけにはいきません。それに皆先ほどの戦いで疲れているはず。ここは我らに任せ、先に逃げられよ。逃走を託す。私たちも頑張るから安心して。帰ってゆっくり休んでね。消去、剣心様に失礼でしょ。いいのですよ。あなた方の義と愛、十分に伝わりました。ここはお言葉に甘えてお任せします。ええ、新たな仲間を連れ、必ず無事に戻りましょう。見知らぬ将らが寄る砦は敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアレス君は砦にいるのは我々の仲間だと勘違いしています。今奇襲をかければ敵の動揺を支えます。その隙に彼らを救い出しましょう。お邪魔します。この作戦の要、必ずや守ってみせる。ええ、私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。なれ、お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の勘を恨んでくれよな。逃げて、何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。お取り込み中失礼します。あなた方の狙いは我々なのではありませんか。後ろからも敵が。どうなってんだ。手が踏んじまってくれ。ここは一旦引いとくぜ。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。ホート、それにロシク殿、ご無事で何よりですが、再会を喜んでいる暇はなさそうです。敵将撃ち取った。しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で義手を打尽にするのはどうだ。ひとまず下がって立て直しだ。この地形、この風、なすべきことは一つでしょう。さすが話が早いぜ。ならば俺は策がなった後の追撃を受けるだ。じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる敵をこう連番にする策ならお任せ。なら石は諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと再考するとしよう。さて、
準備に取り掛かろう。頼む。借りないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。あいつもちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。気にしてる場合じゃなさそうだね。早いとこ味方の船を繋いしまわないとね。お前さん、工作兵を守ってやってくれないかい。船をつなぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。眩しいほどの武だな。天の太陽のごとくだ。殺されたのは俺がしだけか。見事な戦を感服いたしました。すごく頼もしいです。見事な戦を感服いたしました。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの。さっぱりわかんない。私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。そっか、じゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだね。その砦が欲しいんだけどさ、敵が強くってちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。あの場所、矢を射込むには絶好の位置だ。敵に抑えられているな。ここは力づくで奪うしかないだろう。すまんが手を貸してくれないか。こっちを手伝います。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。訳あってそうはいかないんだ。そっちも訳ありみたいだけど。お前たちはここで倒す。俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。お邪魔します。あの攻撃の威力すさまじいな。私どうにか味方に引き入れられないのか。そんなことできるのかな。だってあの子たちなんだか怖そうだよ。お前は勘。この先へ行かねばならんのだが、通してくれないか。させる。どうしてもと言うなら私を倒してください。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。すごく頼もしいです。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船に戻り、策出してみよう。最強に引きつけなければ。はい。孔明様、私も共に。拙者が参ろう。私がお前の相手だ。その分食べさせてもらう。なかなかやりますな。負けせる。仕方ない。そのまま参ろう。さらば。これで目的地への道は開けたわ。待ち受けるはあの怪物か。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝せねばな。うまくいくかな。ドキドキしてきちゃった。すごく頼もしいです。相手を務めよう。カーン暗黒マイル、この長方が相手だ。覚悟決めろよな。やっほー。もう返した。孫作様こそ真の三国武装ですね。熱くなりすぎてる。
ここは引くよりしゃあねえな。砦は無事確保。ここに伏兵を仕込めば準備完了っと。組み立ててよかったです。私の行こう。この手構わない。さすがです。その調子でお願いしますよ。我が前に立つと愚かな。工作兵を守ってくれよ。船をつなげなきゃ策の効果も半減さ。
だね。これでサークもうまくいくさ。お前さんのおかげだよ。サークの成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。さて、そろそろ移動しましょう。戦場にとっては危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ、交代ですね。ようやく追いついた。人間だ。ここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。激しく攻め立てよ。敵は無勢。打ち取るのはたやすい。しましたね。我々の策を披露する時が来たようです。今日はもう勘弁してやる。今です。火を放ってください。自分たちの船に火をつけるだと。正気か。おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。撃ち取った。敵は動揺している。今だ。一斉に矢を打ち込み追い打ちをかけよう。わあ、敵さん大混乱。お次は伏兵行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配、お見事です。火遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたか。敵も抜け目ないですね。孔明様、ここは私にお任せください。美しい動きですね。蝶の舞う如くです。殺されたのはそれがしだけでしょうか。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺今孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかないところなんですね。じゃあ俺たち似た者同士。本物から言われるなんて似せ物冥利に尽きるな。これで退路は開けました。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。宝刀のおかげでうまくいきました。共に進まない。ここで同門の力を得られるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないしね。そうでした。共に勝利を抜きましょう。この俺が。中央は天を上げとよ。全てを追い込むのだ。この地より逃がすことはできん。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。なあ、おめえ炎上、剣技通してやんぜ。私は行こう。武士こそ真の三国無双だ。槍の股だ。当たり通るぜ。李満世、またの名を神が冴える男ってか。いざ、ここだ。これも流れか。
嫌ではなかったか。おかげで敵の追撃を退けることができました。何、救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほう、なるほど。なんだかとんでもないことになってるみたいだね。だが皆が力を合わせれば打ち破れぬ困難などあるまい。今回のようにな。そうそう、あいつたちもよければ一緒に戦わせてくれ。ええ、もちろんです。お三方がいてくれれば心強い限り、ぜひお願いしますよ。だいぶ賑やかになってきたね。中殿、ジョカ殿、ご無事だったのですね。まあな。そうだ、紹介しよう。この者はスサノオ、我らと同じ戦界の住人だ。我も助力しよう。またしても人間と共に戦うことになるとはな。確かに見覚えがあるような気もするな。ま、はじめましてでも久しぶりでもいいや。これからよろしく。あっしは方位資源、無理はしないで頑張るよ。ロシキ、堂々乱世を渡らん。兵は軌道なりってね。ガク、我に任せよ。うん、この喜び音曲に奏でたいほどだ。よっしゃ、うまくいったぜ。うん、これでよかろう。実は我らと関わりの深い男に調査を頼んでいてな。その男、サジから報告があったのだ。オリュンポスから紛れ込んだと思われる妙な怪物の操り方が分かったと。ほう、サジもこの世界に招かれていたか。しかし怪物の操り方とは。知りたくば奴のもとへ来いとのことだ。その地で新たな仲間と共に待っていると。どうする？面白そうじゃねえか。行ってみようぜシエ。ああ、そうだな。その怪物とやらも次の策に生かせるかもしれん。新たな仲間というのも気になる。わしも同行せん。戦場を混沌で染め上げてやろう。剣心殿、激しさを増す戦いに忙殺され、皆の心から休眠の志が忘れ去られてはいないだろうか。
いな、皆志を忘れることはない。この乱果てなば民も元の生活へと戻らぬ。されど困窮する民を救うという志は、そしてそのための戦いはそれぞれの場所で続くであろう。うん、いち早く元の世へ戻り、本来の戦いへ戻らねば。そう思ってはいるのだが、しかしそうなれば剣心殿とももう会えると思うと。世界を超え会わんと欲するは未練よ。されど我らが知きたることは、世界を幾重隔てようと、時を幾とせ経ようと変わらぬ。そうか、私たちの絆は切れんのだな。たとえもう二度と会えぬとしても。感謝する。おかげで迷いなく戦えそうだ。めんどくせえことばっかりだぜ。こんなとこに人が来ると思わなくてな。君も昼寝に行くとこだったの？おう、よくわかったな。何を隠そう、俺もそうだから。そしてこの先には昼寝の穴場があるしね。なんだ、お前も知ってるのか。静かで居心地のいい秘密の場所だよね。働けだの怠けるなだの口うるさく言う人たちが絶対知らない秘密の場所だよ。なるほど、お前も苦労してるみたいだな。芝生さんこそ。さ、急ごっか。こんなところで油を売ってたら見つかっちゃうよ。ああ、安息の場所が奪われたら大変だからな。半兵衛、お前は寝言で孫子をそらんじるほど孫子が好きなようだな。だから孫権さんのことが好きってわけじゃないよ。ほう、それは残念だ。孫権さんって勇敢で決断力があってすっごく戦に強いよね。それって孫子の子孫だから？うん、違うな。孫権さんにはすっごい息子さんや娘さんがいて、みんな英雄豪傑っていうべき俊才だよね。それって孫子の子孫だから？うん、それも違う。孫子の話は孫子とするよ。俺は今目の前にいるすっごい孫権さんのことをちゃんと知って、それから好きになりたいんだ。やられたな。だがお前の言う通りだ。よし、この孫文代と話そう。何なりと聞いてくれ。じゃあまず奥さんとの馴れ初めから。いきなり本庄を攻めてきたな。城攻めは下策。孫子も言っているぞ。ああ、ごまかした。だから孫子はダメだって。高く見えるけど意外と大人だよね。なあ、見抜いてくれるやつはほとんどいないけどな。そういう半兵衛殿もだろ。その通り。いや、失礼しちゃうよね、ちょっと人より顔が若いからってさ。そうそう、あとちょっと人より小さめだからってな。
初対面の人の前で軍略を披露すると驚かれたり、大人が通う店に入ろうとすると止められたりな。いやー、こんな話で盛り上がれたのは初めてだよ。加工派さんとは仲良くなれそうだなあ。俺も同じことを思ってたぜ。これからよろしくな、半兵衛殿。お前さん、太っ腹だって聞いたよ。今度、あっしに酒を振る舞ってほしいっていうのは、厚かましいお願いかね。ほうとう殿とお話しできるなら、いくらでも用意しよう。その際は、同門の方の弱点なども一つ。諸葛亮のことかい？お前さんもしっかりしてるね。じゃあ、とっておきの話をするって約束するよ。なんと、言ってみるものだな。では、ほうとう殿、次回はよろしくお願いする。わかったよ。あんな話やこんな話を楽しみにしていておくれ。